ロバート・サンダーソン・マリケンはアメリカ合衆国の科学者であった。分子機動法による科学結合及び分子の電子構造に関する研究により1966年ノーベル科学賞を受賞した。マサチューセッツ州ニューベリーポートに生まれた。父親のサミューエル・マリケンもマサチューセッツ工科大学の有機科学の教授であった。マサチューセッツ大学を卒業した。 卒業時は第一次世界大戦にアメリカが参戦した時期であったのでワシントンの大学でジェームス・コナントの下で毒ガスの研究を行った。9ヶ月後徴兵されたが軍でも同じ仕事に就いた。戦争が終わった後ゴムに亜鉛酸化物やカーボンブラックを添加する実用的な研究を行っていたが飽きたらずシカゴ大学の大学院に進学した。シカゴ大学では ロバートミリカンの下で、水銀の同位体の分離の研究を行った。1925年から1927年まで、ヨーロッパに留学し、当時の量子力学の研究者たちと研究した。1927年には、フリードリッヒフントと分子機動法に関するフントマリケンの理論を示した。1926年から1928年まで、 ニューヨーク大学の物理学科で教え、物理学者としても認められたが、物理と科学の境界領域を研究した。分子の電子構造は、ハイトラーとロンドンによって1927年に、水素分子について計算された。スレーターとポーリングによって、原子化結合法に改良された。マリケンは、レナード・ジョーンズが行った、量子力学的取り扱いを用いて、 子式同法の適用範囲を拡大した。1934年に電気陰性度のマリケンの定義を提案した。1966年にノーベル化学賞を受賞した。1967年王立協会外国人会員選出。1931年から1985年までシカゴ大学の教授を務めた。 1953年には国際理論物理学会で来日した。ありがとうございます。